この展示は、いわゆるイラストレーショングラフィックアート、まあ、アートというさまざまなジャンルから、若い作家だと20代前半23歳から、80歳を超える大ベテランの作家まで、男性女性それからジャンルカテゴリーもさまざまな作家が、参加してるんですね。でそれはいろいろなものを幅広く見せようということに限らず、それぞれの表現が長く将来的に影響を与えていくだろうという表現のセンスが確かなセンスが変わらない作家の方々を今回については60名参加していただいて紹介しています。まあ、大きな展覧会ですのでタイトルをつけてテーマを与えてということで言えば最初に何かを見てすぐ分かりやすいポップであるとか明るいであるとかっていう何かに向けてのイメージを一般の展示ではね、まあ、普通だと思うんですけども、最初にちょっと戸惑いを感じるということを、よく言われたようです。でそれは僕らもそれを実は感じてほしくて、その戸惑うことで、一つずつなぜこういう形でこの作品がなぜ一緒に並んでいるのかっていうちょっと考えていただきたい、ちょっと整理しながらこう並べてみていただくことで、今現在の日本の状況もそうなんですけれども、これからどうなっていくかっていうものを感じていただければ一番嬉しいですね。